はい、ごとです。よろしく。よろしくお願いします。はい、始まりました。よろしくということで。はい、この番組は毎週火曜日20時から、すいません、21時から22時の1時間、スカイツリーそばにある押上駅から徒歩2分にあるワロップ放送局から公開生放送でお送りします。ということでね。はい。なんでそんな離れてるんですか？ああ、いいんだけど。はい。カメラあっちですよ。うん。あんまり見ないんだよ、カメラ。そうですね。はい。目が悪いから。はい。で、要するに昨日雪降ったね。すごかったですね。どう思った？いや、もう電車がぐちゃぐちゃになって、えらいことになってたっていう。これ待ち合わせして、なんていうの、遅れてるけど、雪のせいにしてる、全部な。最高だよな。それは、昨日、一昨日でしたっけ？ちょっと忘れた。この何日かっていう、まあそうだね、記憶がもう最近だんだん薄れてきまして。まあ、いずれにしてもね、はい、まあ、今世間で騒がれてるスマップ。はい、ね、まあ、今日俺はもう冒頭でもね、はい、言ったんだけど、はい、まあ、いろんな謎があるのよ、ジャニーズ事務所っていうのはね。まあ、明かせるだけ明かしてやろうっていうね。いい芸能界が好きな人も、プロダクションの人も、テレビ局の人も、ね、しっかりと見て、これを聞いて、真実をつかみましょうっていうね。真実つかめるんですか？いや、つかめるんじゃないの。俺の発言をどこまで信用するかだけ。はい、まあ、頭から疑ってたら、この人はもう冒頭からないから。基本ゴッドの発言ですから。やかました。信用できないって信用できない、ね。まあ、基本的にね、でも俺もね、はい、小室哲哉から始まって、堺典子三軍則いろんな情報出してきて、はい、JYJ も出して、うん、で、なんか今回スマップになっちゃった。おぉ、うん。まあ、いずれにしても情報通待てないから。だんだんこう、ちょっとね、レベルアップして、そうね、そうそうそう、えらい国民的アイドルまで行っちゃいました。俺には何の関係もないと思うんだもんな。まあまあそうですね。でもまあ気になってると思うんでね、はい、まあ、いろいろとね、分かることは教えたようだなと、はい、そして今週も先週に引き続きまして、素敵なゲストをお迎えしていると、うん、そして歌って踊っていただけるということで、すごい楽しみです。そうだね、やっぱりね、ゴッドばっかりと一緒にいるんで、もう私も疲れるんで、やっぱり若いイケメンの方たちが来てくださると、見てる方たちもきっと和んでいくと思うんで、はい、ぜひ楽しみに。そうだね、ぜひね、はい、この後歌っていただきたいと思います。そうだね、楽しみにしていただきたいと思います。はい、そういうことでよろしくということで、はい、勝手に閉めないでくださいよ、うん、また、あ、そうなの、はい、15秒あったんでね、15秒、その何秒っていうのはどこで見れるの？あそこに出てるんですよ、あれが。俺は目が悪いから見えないから、いつも進行が、まあ、困りますね、もうお互いのテンポが合わない。はい、では一旦 CM 行きます。はい、よろしく。はい、私はですね、この船長の格好をしてますけども、船長ではありません。これは、ジャミ船長というキャラクターでやってるんですけども、実際は、蛇使いです。もっとおかしいかもしれないですけども、実は数学の教員免許を持っております。はい、メガネかけるとちょっと賢そうに見えます。で、今日なんかちょっとだけ歌おうかなと思っておりまして、番組でも歌ったダイヤモンドをちょっと歌います。えい、はい、ダイヤモンドだね、いくつかの場面、うまく言えないけれど宝物だよ。写真を、スタジオのとこから撮ってますので、そこで撮っちゃいたいと思います。どうぞ。はい、どんどん撮ります。どれが PR やるか持たせるかなと思いきや、そうじゃなくて、ね、はい、世界のエンターテインメントを皆様にお届けするゴッドチャンネル、映画、音楽、アニメ、レトロ、シルハゲ、ゴッドチャンネル、はい、それでは先週に引き続きまして、本日もスペシャルゲストをお迎えしています。イケメン4人組の歌謡ユニット、ザンパの皆さんにお越しいただきました。それでは素敵なステージを堪能してください。早速ザンパの皆さんにマイクをお渡しします。皆さんこんばんは、よろしくお願いします。ザンパです、よろしくお願いします。まずね、僕たちの、まあ、ユニットの紹介をさせていただこうかなと思います。はい、はい、斬新の斬という漢字に、波、はい、切る波でザンパと言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、見ていただいて分かる通り、4人で、はい、活動してるんですけども、はい、僕たちはですね、昭和という時代を背景に、はい、歌って、踊ってます。はい、まあ、テーマコンセプトと言いますと、まあ、その昭和という時代はね、たくさん名曲が溢れた時代だと思うんですよ。はい、で、その時代に溢れてた名曲を、今の時代を生きる僕たちが再び、名曲とともに、
咲かせようということで、はい、決されました、はい、まあ、大きく出ると、日本をね、昭和の時代の日本を取り戻すかのように、日本を元気にしようということで活動しますので、はい、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、今日も、ちょっとね、こういう機会をいただいて本当に感謝します。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、ざっくりと、ちょっとメンバー紹介の方を、はい、しようかなと、はい、お願いします。思います。じゃあいつも通り端っこからいきましょう。で、私からザンパのコウスケと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、ザンパ最年少22歳ともです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ザンパのユキヤです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ちょっと今日ですね、まあ、見られた方で急にどうしてあいつ座ってんだって思われる方いらっしゃるかもしれないんですけれども、はい、先日ちょっとダンスのレッスン中にアキレス腱の方ちょっと断裂してしまいまして、今日はこんな形で、座らせていただくんですけれども、精一杯やらせていただきます。ザンパの陽馬です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。改めて端からコウスケ、トモ、ユキヤ、陽馬、はい、この4人で、ザンパと言いますので、よろしくお願いします。お願いします。早速ね、曲の方行こうかなと思うんですけども、はい、ちょっと一つ僕たちの方で、まあ、見ていただいている皆さんにも伝えたいことが、うん、ちょっとね、新しい言葉を僕たちの方で、作り出したので、はい、覚えてほしいかなと思います。僕たちは歌謡曲とか演歌っていうのを歌ってるんですけども、はい、まあ、正直若い世代とか、演歌とか歌謡曲を聴かないというところで、僕たちがそこを絶やさないように、新しいジャンルを作っちゃいました、はい。覚えてください。ニュー演歌。ニュー演歌です。ニュー演歌、はい、新しい、演歌ですね。ニュー演歌っていうのを僕たちの方で作りましたので、まあ、どんなものかというのを、この後見ていただけたらなと思います。お願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速いきましょうか。はい、はい。まあ、昭和の男性、僕たちが尊敬している、理想像でもあるんですけども、男性の熱い、昭和の男性の熱い気持ちを込めた、曲2曲続けて歌いますので聴いてください。よろしくお願いします。お願いします。1曲目焦がしてやるぜ。消えない傷跡をお前に残すと囁いたろ耳元で。互いの名前なんてどうでもいい、俺に感じてればそれでいい。忘れるらしい涙のわけなど今の俺にはどうでもいいこと。生きる世界
ありがとうございます。ありがとうございました。本当でした。ありがとうございます。ありがとうございます。まあね、僕たちとしては、昭和という時代は、はい、僕たちがその昭和のど真ん中を生きたわけではないので、はいはい、あまり 大きなことは言いませんが、尊敬している部分もあれば、はい、懐かしい名曲とともに感じたこともいっぱいありますので、はい、ぜひね、聴いてる方々にも懐かしいと思っていただけたり、はい、さらに新しいものを生み出したときに何か感動してもらうことができればなと思いますので、今後も、全力で頑張ります。ザンポよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。後でトークでも登場していただきますので、はいはい、一生懸命踊っていただいたと思うので、はい、まずは少し休憩していただいて。ありがとうございます。はい、もうすごいかっこよかったです。もうこんなに間近に見れて、もうめっちゃ贅沢でした。いや、すごい本当若いエネルギーがみなぎっていていい感じです。本当に。ありがとうございます。ありがとうございました。今いろいろねイベントとかも出られてるみたいなんで、そうですね。皆さん、はい、ぜひ応援してあげてください。ホームページとかにもねいろいろ情報載ってるので、ぜひ見てあげてほしいと思います。はい。はい、ありがとうございます。ザンポの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ CM 行きまーす。心はメロディーゴーラン、星は輝いてるヒストリー、夜空はグラデーション、ホップステップ、ハッピーハッピーな
女優さんにスポットを当ててその方の個性、良さ、作品などを紹介するコーナーです。なんていうコーナースクリーンアクターですね。はい、では始まったね。自己紹介をどうぞ。ゆうきです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでね、はい、ちょっとリニューアルしてみましたので、うん、今年からね。そうだね、これ初コーナーだよね。はい、そうですね。まあ第1回目は W7、はい、知ってる？はい、わかります。いっぱい企業出てんだよな。はい、初代ショーン・コネリーって言うんだよね。はい、はい、そうですね。ショーン・コネリーが一番最初の、うん、ジェームズ・ボンド役が決まって、はい、うん、W7 死ぬのは奴らだっていうね。ショーン・コネリーさんの007殺しの番号。ああ、そうなんだ、あれが第一作だよね。はい、ショーン・コネリーさんの、うん、代表作はその007でしょ、うん、その他は、うん、いっぱいある。インディーン・ジョーンズとか、うん、ちょっと待って、はい、私も全然インディーン・ジョーンズの、インディーン・ジョーンズはハリソン・フォードだよね。もう出てますね、はい、うん、インディーン・ジョーンズ誰役、誰役って言っておかしいね。インディージョーンズの誰役なの？インディージョーンズそんなに出たじゃん。いや、わかんない。いや、それが俺わかんない。出てるんよ。はい、出てるみたいな。へぇ、知らなかった。名前忘れましたけど。はい、うん、ショーン・コネリーってね、でも、まあ、有名なのはね、やっぱり W7。うん、あとはもう、東京作戦とかね。まあ、いろんなもん出てる。それも多分言っても言っても、どんどんわかんなくなってくると思うんだよね。わからなくなるね、確かに。名作多いんですよ。もう名作多いよ。はい、どういう俳優さんなの？どういう俳優さん？特徴とかって。なんかスコットランド出身の俳優さんなんですけど、うん、なんかその007の件も、うん、出身をスコットランド出身にしてほしいっつってぐらい変えるぐらいの、うん、なんか他のなんか名作とかもスコットランド出身に変えてほしいっていう感じで、いくつかそれで作ってる、うん、こだわってはるんやね。スコットランドこだわってるな。好きなんよ、愛国心がすごいんですよ、きっと。あ、まあ、でも個性派俳優だよね、ショーン・コネリーですよね。ゴッドから見てショーン・コネリーさんはどんな感じなんですか？いい俳優じゃないの？以上少な以上だよ。他にないんですか？まあ以上だよ。以上なんですね、うん、まあ次行こうか。次行く、もう行っちゃうんですか？うん、次、はい、じゃあピーター・セラーズ知ってる？みんなピーター・セラーズさん知ってる？知らないです、うん、ピンクパンサーのクルーゾー警部役で、はあはあ、なんか、まあ、亡くなったんだけどね。うん、亡くなったから5が出たんだけど、5、うん、はもうなんてもう違うクルーゾーになってるから、うん、もう全く、うん、まあ、俺からしたら面白くなかったっていうね。うんうん、ピンクパンサーはもうシリーズがやっぱりピーター・セラーズじゃないと面白くないっていうね。うん、見たことないのピンクパンサー。ないんですよ実は。ほら、あのピンク色の犬ね。あれ犬じゃん、ハリー。パンサーだからヒョウだよ。ヒョウそうだ、びっくりした。犬だって。でも犬に見えません？うん、いや見えるけど、ヒョウだよ、あれは。犬と思ってました。ピンクパンサーね。うんうん、まあ、クルーゾー警部って何してるか知ってる？警部やから警察。うん、ずっこけるんだよね。うんうん、やっぱりそのユニークさがいいよね。そうですね。見たことある？ないんです。物語的にどんなんなんですか、ピンクパンサーの物語って。いやけど僕もそんな詳しくどんなコーナーゴッドが言ったんですから。ゴッド、はい、いやピンクパンサーはとにかく面白いんだよ。笑える、笑える。絶対そこに来ると思った。絶対知らないんですよ、内容。知ってるけど、笑えるんや、もう。笑えるんや。うん、とにかく、コメディなんですか？コメディ、まあ、コメディやな。うん、まあ、コメディってジャンルかな、ピンクパンサー。一応、コメディではないと思う。うん、ドラマ、人間ドラマっていうか。ピンクパンサーっていう名前は、うん、ヒョウの名前なんですか？そうそうそう。ピンクパンサーっていう名前。そうそうそう。で、ヒョウは何をするの？あれは看板。看板って、うん、映画に出てくる時の看板。違う違う、それ物語には出てこないんですか？いや、ピンクパンサーのピンク色って物語に出るか、あれ。ただ映ってるだけだよな、あれ。うん、映ってる。そうそう、ロジャーラビットみたいに別にその役者とアニメで合成して、うんうん、あ、違うの？なんかピンクパンサーがセリフがあってなんかやるわけじゃないの。ピンクパンサーって看板なの、看板。もうあくまでピーター・セラーズが警部で、なんか事件があったらその事件を、ね、解決するんだけど、そうそうそう。けど見たら面白いんだよ、とにかく。もうミスター・ブーがピンクパンサーぐらい面白いんだよ、今。今じゃない、もうそんな時代も終わったんだけど。うん、あ、そうなんや、うん。出てこないんや。うん、ピンクパンサーはだからこう、イメージキャラクターみたいな感じで、オープニングに出てきて、なんか出んねん、ちょっとだけ。あ、オープニングは出てこない。そうそうそう。ダダンダダンダン、音楽知らないの、有名なダダン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 ダン。知ってる、あれや。あれ誰が作曲してるか知らない。ヘンリー・マンシーニってな、うん、合ってるかな、まあ、適当でいいよ、あんなもんな適当やめてくださいまあな、あ、そうなんよ、うん、シーズがね、もともとピンクのヒョウって言うんだね。もともと一番最初がピンクのヒョウって言うんだね、うん、ピンクパンサーじゃないんだよ、ピンクのヒョウ、
でピンクパンサー2になるのね。もともとその前があるんだよね、うん、これ誰も知らないんだけど、暗闇でドッキーって映画があったね。暗闇でドッキーを見たプロデューサーが、うん、あ、これはピンクパンサーっていうのをキャラクターにして作った方がいいなって言って、うん、ピーター・セラスが、起用されて、最終的にはその暗闇でドッキーの名演技が認められて、うん、でピンクのヒョウっていうのがブレイク・エドワーズってあの監督なんだよね、はい、うん、まあ、多分分かんないと思うんだよね。でそのピーター・セラスさんはじゃあその、うん、といえばピンクパンサーなんでしょ、うん、そうだね。じゃあ、うん、別の作品はゼンダジョの虜って言うんだね全然言えば言うほど難しいよね俺はコアだからもっとなんかこう誰でも知ってるのないんですか。いやだからピーター・セラーズでピンクパンサー以外でって言ったらほとんどの人が知らないでしょ。なんか知ってる？いや一応調べて、うん、なんて書いてる映画、うん、チャンスとか、チャンス、うん、それが今度俺分かんないわ。夕方チャンスはきっかけ、これ違うな。ちょっと全然違う。チャンス、チャンスって誰が言うの？ピーター・セラーズ。ピーター・セラーズの話してんねんから今。ピーター・セラーズやん、まあね、はい、他はちょっと分かんない。ゼンダジョの虜って、うん、ね、こね、ピーター・セラーズさんはどういう俳優さんなの？あと天才悪魔フーマンツ、話そらすのやめてください。私質問してるじゃないですか、どういう俳優さんなんですかって。楽しいね、すごく楽しい俳優で、うん、ユーモアがユーモアがあって、うん、おとぼけて、うん、ね、でもうとにかくあのおとぼけがイライラしながら見るんだけど、うん、面白いよね。もう絶対バカなんだよ、うん、こんなとここうやったらもう穴が開いて この家が潰れるだろうっていうところに突っ込んだりするわけだよ。案の定家が潰れて、うん、なあ、もうあのめちゃくちゃになるんだよ。あ、破壊キャラクターっていうか、吉本新喜劇ですか、どっちか言うたら吉本新喜劇で家なんか潰れるか、違う違う、ね、どういうダメのかこれはお約束があってこけたりするじゃないですか、うん、まあまあまあそういう、まあ、ね、吉本新喜劇とピーター・セラーズと比べたらなピーター・セラーズと涙流すもん。怒られるか、あ、そうか、そうそう、うん、なるほど、ね、まあでもあの一回もうとにかくさ見た方が早いって、うん、うん、見たら俺の意味が分かるよ、うん、ピンクパンサーがねどういう形で出てきて、うん、ね、うん、で本当にイメージキャラクターになってて、ピーター・セラーズがどんな演技をしてね、うん、うん、でハーバート・ロムっていうのがいて、そのハーバート・ロムが敵役なの必ずね、うん、うん、でだからトムとゼリーね、トムとゼリーがあの一番分かりですね、トムが、はい、あの要するにピーター・セラーズで、ゼリーが、はい、あのトムとゼリーだよな、はい、ゼリーかと思ったよゼリー、うん、ゼリーがあれだよ、ハーバート・ロムだよ。はいはい、ハーバードロムって知ってる？全然わかんないです。難しいな、これ相手役やん、相手役やん、ピンあのピンクパンツの必ず相手役やん。だいたいね、外人の名前って覚えられないんですよ、私。まあな、うん、難しいじゃないですか、頭に入ってこない。でも日本人はなんとかおとかなんとかこうばっかりだ。うん、でもやっぱり京子とか、ね、馴染みがあるからすぐ覚えられるんですけど、なかなか難しい。じゃあ次行きましょうか、うん、ハリソン・フォード。これはもう有名でしょ、まあ、レイダースとかインディ・ジョーンズとか、あとなんだっけ、最近のはやっぱりスターウォーズですね。スターウォーズだよな、はい、スターウォーズ、うん、主役、うん、スターウォーズ知らないんだろう。それがね、私ディズニーファンなんですけど、スターウォーズだけは見たことないんですよ。ディズニーファンだったらスターウォーズはみんな合併したじゃん。じゃだからそれまではディズニーじゃなかったじゃないですか。だからこう、あとね、うん、あっち系のはちょっと苦手なんですよ。まあ、あの宇宙もんな、そうかぶりもんも苦手だよな。そうなんですよね。スターウォーズは今テーマパーク作ってんだよ、今フロリダでな、うんうん、でもう2000何年か知らないけど、あと 2,3 年後に大きな、もう本当にとんでもないスターウォーズのあの映画と同じような空間作って、そこで疑似体験ができたり、いろんなことできる、うん、あれは行ってみて。俺スターウォーズそんな興味ないんだけど、うん、あれは体験したいな、体験してみたい、うん、でハリソン・フォードといえばじゃあ何、今何インディ・ジョーンズじゃないのとか、レイダース・シナルダークとか、逃亡者も有名ですけど、逃亡者、はい、それなんか聞いたことあるかもしれない、うん、誰が逃亡者、ハリソン・フォードですけど、はい、逃亡する役なんだ。そうですね、だって主役で、はい、逃亡者っていうタイトル で、まあ、それそうやな、追いかけてたらなんかちょっとあれよ、はい、今ハリソン・フォードの話してるな、そうです、冒険の映画が多いんだよな、はい、そうですね、冒険、なんか冒険とかアドベンチャーって言ったらハリソン・フォードみたいな、アクションと冒険みたいな感じですね、そうそうそう、はい、レイダース知ってる？レイダース、レイダース、はい、あれ面白いんだね、スター・ウォーズの系列じゃないんですか？系列違うの？違うの？また違う、ね、皆さん知らないと思うけど、うん、レイダース失われたアークっていうのをね、うん、公開したのになぜインディ・ジョーンズって名前が変わったか、これみんなわかんないよね、うん、あ、終わっちゃうやん、この謎は。まだ大丈夫ですよ、後でやってくるんで、あ、またやってくるんで、じゃあ CM 行きまーす。はい、僕は今日はあれですね、あのクイズ、自分の最近のなんていうんですか、流行りですか、マイブームクイズ、自分はですね、まず絵の方で、しずくさんと、しずくさんの原稿をもとに、今漫画を描いている形で、動物愛護の方の、大好きな食べ物はハンバーグです。
で、あとワープロ検定の1級の資格を持っていて、ブラインドタッチができるので割と早く打てたりもします。サックスでもなくピアノ、ギター、結局適当なんですね。多分適当なんですよ。やっぱ適当といえば高田純次が僕多分好きなんですよ。で、高田純次が昔やってた純次ダンスっていうのがあって、それちょっとやってみようかなと思って。いや、もうちょっと15年ぶりぐらい、できるかちょっとわかりません。はい、純次ダンス。はい、世界のエンターテインメントを皆様にお届けするゴッドチャンネル。映画、音楽、アニメ、レトロ、シルハゲ、ゴッドチャンネル。本格ミネラルウォーターサーバー、シャスタウォーター誕生。シャスタウォーター使用方法、シャスティーナを1スポイト添加します。水を5リットル注ぎ入れます。サーバー上部の蓋を開けて今作ったお水を入れます。セラミックフィルターにより不純物をろ過し、ミネラルたっぷりのシャスタウォーターができます。豊富なミネラルで健康をサポート。1リットル19円から低コストなので、お茶やお料理に最適。お茶やコーヒーもとっても美味しく出来上がります。水とミネラルを通じて皆様に健康と安心を。ミネラル豊富な水をあなたに、シャスタ。ゴッドチャンネル。はい、うん、今何話してたか忘れたでしょ、多分。ピンクパンサーじゃないの？あ、覚えてます？え、嘘、ピンクパンサーの話？あ、インディーゲームでしょ？ピンクパンサーほら、追加で、はい、あの今ほら、あの会場のね、はい、CM 中にアドバイスで、はいはい、ピンクパンサーってダイヤなんだよ、ダイヤ。え、ピンクパンサーっていうダイヤモンドなんですか？うん、そうそうそう、そのダイヤが取られるんだよね。ほんで、うん、警部が出てくるわけ。じゃあそのダイヤとヒョウはどういうつながりなの？あ、これはまた難しい質問。ダイヤとヒョウのつながり、うん、ピンクパンサーはヒョウやん、うん、でピンクパンサーのダイヤもダイヤやん、うん、でダイヤとヒョウのつながりは分かる人？あれ、みんな分かりませんピンクパンサーって映画見たことある？ないか、ないね。俺は実はあるんだよ、20年前な。覚えてない、人間の記憶なんか20年で一昔だから。そうか、10年か、最近は2昔前ですね、うん、分かんない、正直言って。あー、そっか、分かる？じゃあ、まだまだゴッドももうそんなオタクを語れないですね。俺オタクでやってない。俺はコレクションがオタクでやって、トークがオタクでやってない。俺コレクターや。そうなんや、集めるだけ集めるってことですね。意味分かんなくて集めてんの、とりあえず。はい、では、ゆきでした、はい、ありがとうございました。よろしく、お疲れさん。恋という名のストーリー、心はメロイゴーラン、星は輝いてるヒストリー、夜空はグラデーション。Happy
このコーナーは最近の気になるニュースをピックアップし、それについて好き勝手にトークするコーナーです。今のジングル何言ったの？ゴッドニュースって言ってるんですか？ゴッドトップニュースって言ったんですよ。全然聞こえなかった、なんで？この名前を言ったんだ。ゴッドがそういう感じで言ったんで、はい、はい、では自己紹介どうぞ。はい、よろしく。愛学です。よろしくお願いします。何、今日のお題は、まずじゃあ学の気になるニュースから言ってみましょうかね、うん、はい、どうぞ。今ってわけじゃないんですけども、うん、まあ、1月ってことで、うん、1月17日、はい、阪神淡路大震災、うん、あ、そうですね、まあ、関西なんでですよね、21年前、うんね、平成7年、うん、学校の前なんかいろいろやっぱ毎年、うん、水道のやってますよね。知ってらっしゃるでしょ？もちろん。もちろん知ってます。関西でしょ？17なの？そう、あのね、これ言うたら年齢バレるんですけど、だからバレるんですよね。成人式やったんですよ。バレないですね。で、そうで、成人式で終わって、成人式って昔、15日でしょ、で終わって、で、なんかその時、成人式の時にね、着物、振り袖着てるじゃないですか。で、あの、写真撮ってもらったんですよ。写真屋さんがあって、じゃあ特別にテレホンカードにしてあげるって言われて、やったーって撮りに行ったんですよ。で、そしたら、結局もう、あの、その、伊丹駅の、阪急伊丹駅が潰れたじゃないですか、うん、そこの下に入ってた写真屋さんだったんで、うん、もうその写真はお蔵入りになっちゃったんですよ。何の写真が？だから私が振り袖着て可愛くしてるやつですよ。ゴッド何にしてました？どこ行ったんですか？あの時、うん、家いたよ。関東？関西。え、関西？ああ、ほんで揺れた。だから、あの、あれで揺れたよ。うん、すごかったですよ、ね。俺は誰か俺を襲いに来たのかなと思って、うん、あの、それぐらい揺れたじゃん。そうそうそう。めちゃ怖かったもん。あの縦揺れっていうのがね。ねえ。縦揺れって面白いんだよね。うん、ドーンって落ちるんだ一回ね、うん。ドーンって落ちてグラ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 ってるから8人で書くんだよ。だから俺の上なんか見てたらずっと8みたいな感じでふーっとこういう動きなんだよ。すごかったもんね。こう来るから俺までこうやって、ま、待ってもうて、うんうん、大変な目にあったんだよな。あ、なるほどね。そうそう。もともと頭回ってる。やかましい。やかましい、やかましい。そうそう、うん、はい、ではちょっと一旦 CM 行って、 CM ばっかりじゃんこれ。はい、またその話していきましょうかね。なんか CM ばっかりな気がする。今後はモデルを中心に声優や役者やいろんなものに挑戦していきたいと思っています。私はゴッドチャンネルのスペシャルに出演しています。よろしくお願いします。そうですね、あの奥さんの方が、うん、まあ、竹内優子さん、優子さんの方が亡くなって、うん、で亡くなる時に1年後に、うん、あのまた現れるって話があって、うん、で1年後に記憶がなくなった状態で現れるんですよ、うん、ええってことは亡くなってなかったってこと？私は女優として、この役は琴美にしかできないと言われるような、女優になりたいと思ってます。今年からは声優や歌や、いろんなことにチャレンジしていこうと思っています。私は今ゴッドチャンネルスペシャルに出演してます。これからどうぞよろしくお願いいたします。とみでした。世界のエンターテインメントを皆様にお届けするゴッドチャンネル。映画、音楽、アニメ、レトロ、白ハゲ、ゴッドチャンネル。生活、雑学、教育、クイズ、動物、ゴッドチャンネル。笑える、学べる、楽しめる、ゴッドチャンネル。ゴッドチャンネル。はい、ということで、はい、阪神淡路大震災の話が、そうだ、ね、大変だったね、出ましたが、いや、すごい大変で、あの日ね、私ね、うん、実はね、学校、大学通ってたんですけど、うん、テストの日やった、ちょうど1月でテストやって、で、こう、状況が読めないじゃないですか、どういうなってるかって、で、いや、自分だけもし学校に行けてなかったら、テスト受けられんか、単位がもらえないと思って、チャリンコで行きました、学校まで。そしたら案の定休校って書いてあって、で、帰りに、あ、そうや、コンビニ寄って何か買って帰らなと思って、そしたらもう何にも売ってなかった。雑誌しか売ってなかった。もう空っぽ、コンビニが。学生だったの？学生、大学生だったんですよ。へえ。そうなんですよね。まあ、あの時の死者の方が6000人。まあそうだよね、負傷者が4万人とかあったね。すごかったですね。ニュース見てたらどんどん増えるんだよね、死者が、うん、あれはびっくりした。初め5人だったのね、5人から50人になって。そうだよ、俺一番最初ニュース見たんだから誰よりも早い、日本で一番早くニュースした。俺はそう思ってんの今でも5人だもん。ああ、なるほど、ね、
そうそう、5000、6000ってなるとその感覚がなんかね、うん、そうですよね。でもすごい増えてきたの、いきなり。あ、火事でしょ結局は。すごいなくなったのって、ね、あの長屋が多いからな、あの神戸近辺な、うん、あそうね、木造が多いんだ、木造だから焼けるのも早いんだよね。なるほどね、うん、一番何気になってる、最近の私の気になるニュースはですね、うんうんうん、あのここ一番屋のカツの話、横流しの話知ってます？知らない。知らないの？今めっちゃニュースでやってますよ。ここ一番屋さんが廃棄、うん、産業廃棄物業者に、まあ、お金を払ってお支払いして、うん、あのこれをもう捨ててくださいっていうふうに言ったんですよ、うん、そしたらそこの受けました業者が捨てましたって言ったのにもかかわらず、うん、スーパーとかに出てたっていう、で売られてたっていう話、うん、ここ一番ってカレーだ、カレー屋の、そう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 、あれがカツカレーのこと言ってんの？のそうそうそう、カツカレーね、カツカレーのカツの話な、そう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 、それがどうしたってだから横流しされちゃったんですよ。冷凍なんやね。そう、冷凍食品で、でこれなんでって言ったらちょっと問題があったんでね、うん、あのちょっとなんか混入物があったんで捨てるっていうことで、それを産廃業者に依頼したら、うん、その産廃業者が捨てたよって言ってるにもかかわらず、うん、あの実は捨ててなくて売ってたんですよ。そんなニュースになってんだ。すごい問題なんです。俺のヤフーニュースにそれなかったぞ。いやいやいや、めっちゃありますって。ほんまに？で、ね、食べてるかもわかんない。そう、食べてる。それありますよ。消費者に流れてる。でね、だってね、それはね、そのまま商品として売られてただけじゃなくて、うん、お惣菜として売られてたりとかもあって、そうなんで、マルコメもあったんですよ、実は。マルコメさんも同じ業者に依頼してて。あのマルコメさんも横流しされてた。されてたみたいですよ。マルコメってあの味噌の有名なあれだろ？そう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 。そうなん、そんなニュースがあるんだ。そういうニュースが、ちょっとね、いろいろもうなんかね、産地偽装とかがもうありましたけど、ね、はい、そういうのもあるとちょっと、そうですか、職が信用できないなっていう話ですね。まあ、ちょっと日本安心しすぎかもか、うん、そうですよ、ね、ちょっとまあ平和ボケっていうのもあるんでね。そうだね。ということで、ゴッドが一番話したがってるんで、うん、じゃあ次、ゴッドいきましょうかね。まあ、俺はもうツイッターとかね、もういろんな Facebook とか、なんかブラックボードじゃなくて、なんだっけ、ダイヤモンドブロック、うん、でやってるけどね、はい、スマップ。ね、まあ、今もう騒がれて解散から始まって、うん、ね、で今現在は戻りましたみたいなね、うん、やってるけど、ね、これでもね、もう分かりやすく言うわ、うん、もうあの猿でも分かる脳みそ会議、うんうん、あの池上彰みたいなのを解散してるから、ね、はい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 、ジャニーズ事務所っていうのはね、社長がジャニー喜多川ってね、うん、副社長が、メリー喜多川ってね、実、うん、のお姉さんが、ね、うん、やってるわけよ。でそこに娘がいるわけよ、うん、でこれ藤島あのジュリー警官、はい、うん、まあ、これはもうほとんど家族構成だったよ、うん、そこにスマップを連れてきたあるマネージャーがいるわけ、うん、スマップって言いますよみたいなこと、うんうん、でそこが、要するに飯島さんっていうね、現在のってことはもうそれは25年以上前の話ですよ ね、 あ、そうだね、スマップを拾ってきた、うん、で前線も紹介した、うん、で、まあ、いろんな意味でまだ売れてないから、うん、まあ、とりあえずじゃあ所属させましょうってなったわけ、うん、で、まあ、ずーっとこうスマップがだんだんこういう、ね、世に出てくるよね、うん、そうするとキムタクが出来立った結婚ということで工藤静香、ね、うん、なったよね。その時キムタクが辞めるって言ったの。その時にもうジャニーズ事務所辞めますって言った時に、間に入ってね、ジャニーさんとかメリーさんにお願いだから全責任を取るからね、あの解散しないでっていう話をまあしたのがその飯島さんってね。で飯島さんはその功績やね、本当はキムタクそこで辞めてるのに、飯島さんのおかげでキムタクがジャニーズに残ったっていうことで、どんどんあの力をねつけてくる。そこからどんどんね、飯島さんって力をねつけてきて、スマップの映像権は全部 J ドリームっていうね子会社に全部任せてくるって言ったら、 J ドリームって会社の取締役になったわけ、ね、それでどんどん投下を表すと、ジャニーさんで面白くなくなってくるね。でどんどんこっちは嵐もいるわけ ねで、あの時もいるわけよ。でだんだん派ができたわけ、飯島派と、ね、そのジャニーズのトップ派っていう、ね、で当然ジャニーズのお家騒動ね、お家騒動だから、当然メリーさんっていうのは自分の娘、ね、藤島ジェリー恵子さんを、うん、あの次期社長にしたりと、まあ、それは親心としてそうですよ ね、 家族と、ね、うん、雇われてる社員だろこんなものは、ね、それで対策したわけよ。で、ね、去年の紅白に、ね、電話したわけ、ね、飯島さんが、ね、NHK にプルルって出まして、ね、今年 の、 あの紅白の総合司会は、ね、スマップでお願いします。さあこれはもう大問題になって、うん、NHK、ね、びっくりして、ね、ジャニーさんと確認したわけ、うん、したら、あーそう、あ、お前らスマップ使いたいのか、うん、だったら使いよう、その代わり俺のグループ全部紅白に出さないからって言ったわけ。そしたらもう NHK がビビっちゃって、うん、で出した答えは嵐ですってね。そうされたらもう今度飯島さんからしたら、ね、クソクソになって、ここで完全に裏切られた、うん、っていうことになって、それでもう対立が始まるわけ。これがきっかけで、大塚家具みたいな感じ、お家騒動だよね。でここでみんな理解してほしいのは、うん、お家騒動になったのにタレントが巻き込まれて謝罪会見するのおかしいよね。これ全然おかしいよね、うん、これどういうことか、
ね、もともと、ね、何年前から、うん、飯島さんが辞めるときに4人今ついていくっていうね、うん、もう独立計画があったわけよ、うんね、それを4人だけなんですか、うん、そう、4人だけなの、派閥なの、うんうんうんね、あれ5人の、うん、じゃあスマップ全部で5人だけど、うん、本当は4対ね生きてこんでってんだから、キムタクとジャニーズグループと思ってくれて、こっちは4人と飯島グループと思ってくれて、だから独立するときにこうやなったわけよ、ね、でそれ報道したじゃん、だけど、ところがみんな計算狂ったのね、飯島さんって新会社作ってテレ朝作んで、うんうん、大ブレイクの絵図を描いてたわけよ、ね、ところがもう答えわかるじゃん、ジャニーズの怖さって一番よく知ってるのは飯島さんだから、うんね、どういうことになるかって、うんね、電話一本入れて全テレビ局に SMAP、うん、の4名使うなよ、うんね、う名前も使うなよって言ったら、うん、このように活動できなくなる、そうですよね、と同時にこの飯島さんも危ない、ねうん、ってなると、うん、飯島さんは来月2月末に、ねうん、芸能界引退するから、芸能界そのもの引退するとこの人どうなんねんって浮いちゃったじゃんみたいな、うん、行くとこなくなったじゃん、うん、戻るしかないじゃん、うん、で戻せると思う、ね、キムタクがいくら頑張ったって戻らないよね、うん、戻る条件としたら、うん、テレビで記者会見して謝れってなるほど、これがあの騒動だね、うん、で後見たら分かるね、うん、ところが悪いことしてないのにお前らのお家騒動でね、まあ、スマップ巻き込まれたじゃんと思ってるスマップは、うん、当然下を向いたりイライラしたり、うんね、怒ったり、ね、する気持ちを抑えて、ねうん、あのスマスマに出たわけ生放送にね、うん、で本当の心の中では自分でクソくらとムックが怒ってるよ、だけどそれ言えないから、うん、涙を飲んで、うんねまあ、言いたいことも言えずに、うん、地元の書いたストーリー通りを喋ったわけよ、なるだけどじゃあこれは問題です、ここで一つね、でそんなことをやってるタレントらが、うん、そこの事務所にねずっといるかな、このむやむやした気持ちで、中居がすごい怒ってるわけよ、うん、言いたいけど我慢して、うん、だからため息ついて、はぁーってこうね、あれはため息ね、まあ、草薙はずっと下向いてるよ ね、 ね、なんで下向くのよ、ね、それからもう一つ、ね、うん、あの記者会見の中で、スマップはなんて言ったか、僕たち、ね、僕たちはとか、ね、ね、僕らはとか、ね、いろんなことを言ってるけど、うん、僕たちスマップは、ね、どうのこうのって言ってないんだよね、全部自分の一人の、ね、僕らはって全部この、うん、なんていうの、スマップがどうしますと言ってないよね、うんうん、スマップみんな集まって今日は謝罪会見ですって言ったけど、でも復活に関しては一言も言ってない、なるほど、ね、契約は9月で切れるから、ジャニーズの契約っていうのは一人一人みんな違うんですよ、実はね、うん、全部一人一人ある契約があってみんな違うんで、バラバラなんだよ、そのバラバラがめんどくさいから相関的か解散できないんだ、あの事務所は、ね、で最終的に今後どうなってくるのか、2月末、過ぎたらどうなるのか、うん、4月にどうなるのか、うん、6月にどうなるのか、でも俺知ってるんだけど、うん、ここはちょっとそこまではな、ゴールドチャンネルでも言えない、ここから有料になるよね、さすがに言われへんねんやまあそうだよ、有料でもやらないけどさ、うん、でもまあ、考えてほしいのは、うん、もう一つだけ、俺答えは持ってるけど、うん、もう一つ考え方変えてみようよ、うん、スマップは今年25周年だよね、うん、25周年でスマップの事務所からしたら、うん、25周年どうやってスマップブレイクさせようかなと思ったわけ、うん、そんな時にそうだ、ちょっと面白い劇的な左を書いてみようかなと、あ一番最初解散させてしばらくして元に戻るってこういうこと全部仕掛けたらね、スマップはもちろん国民的に、ね、人気があるから、でもそれだけ稼ぐんだけど、じゃあ CD でそんだけ売れてるかっていうと伸び悩んでる部分があるのよ、今年全世界をスマップの注目の的にするって事務所が思ったらシナリオを作るのよ、まあ、現にね、シナリオの中に来て、そのシナリオの中に事務所と、ね、事務所のシナリオを書いたシナリオの中にファンとスマップが踊らされてたらと思う、なるほど、だって世界で一つだけの花を買おうっていう運動がありましたもんね、事務所としたら大成功したかもしれない、なるほど、25周年は大イベントだったっ、ね、まだまだ喋り足りないと思いますが、まあ、いろんなことあるけど想像して決めな、はい、でした、ありがとうございました、雫財団。
にようこそ。はい、このコーナーはゴッドの交友関係の中からゲストをお迎えするコーナーです。先ほど歌っていただきましたザンバの皆さんとプロデューサーの松井直也さんです。はい、よろしくお願いします。はい、うん、松井さんとは付き合いが、はい、そうだね、もう俺長いね、長いですね、はい、9年くらいになってますね。9年ぐらいそんなになるんや。もうでもそんなぐらいあるかな、はい、そんななるんですね。そうそうそう、あのシンデレララブストーリーと、はい、ルカの歌を書いてくれた、はい、あの夏目哲郎さんを紹介してくれたのね、はい、松井さんですね。ですね。そうそうそう、はい、お世話になりました。こちらこそ本当にお世話になりました。ザンバはね、さっき聞いたけどね、はい、やっぱ新しいミュージックだね。ありがとうございます。めっちゃ良かったです。何、ロボ演歌だっけ。あ、ニューエンカ。ニューエンカ。そうそう、インプットしてるのはニューエンカな。そうそう。ね、じゃあ、うん、ザンバのコンセプトとかを、じゃあその、プロデューサーの松井さんからいろいろ紹介してもらいましょうかね。あ、コンセプトね。まず、コンセプトは昭和なんです。なるほど。まあ、そうだよね。そう、昭和で、うん、でまず俺の中では今ほら代わりの聴くアーティストしかいないじゃないですか。うんうん、ああ、確かに。じゃあ代わりのないものを作るってとこから始まって、オンリーワンって。そうです。うんうん、それで、まあ僕らの世代から上の世代だと、うん、昔はいかったなって。もうめっちゃありますね。で、昔にたどり着くと、うん、みんなめっちゃ元気だったじゃないですか。あね。ね。本当に良かったなって時代なんですよ。うん、要するにそいつを、うん、もう意識もろごとこう、うん、現代にもう一回花咲かせよっていう、うん、だからみんなを元気にしてしまいっていうのは、うん、だから、まあ、曲を懐かしい記憶を聞くと、うん、その当時の思い出っていうのが蘇ってきて、うん、車運転しててもなんかワクワクしてくる、うん、俺なんかはその当時のディスコ聞くと、うん、イエーってなってくる、うん、なるほど。なんかね、世の中の人が全員そうなったらすっげえ元気になるから。確かに、俺元気楽しくなる。いや、あなたは元気いつも逆境強いから、あなたは元気。なんかね、昔の歌番組って、うん、演歌、歌謡曲、ニューミュージック、まあ、ポップス何も関係なく出て、うん、一緒の番組に出てたじゃないですか。そうそうそう、そう、それでなんかだって私たちでも子供の頃とかでも演歌とかも全然歌えてた、もう全然知ってるメロディーだったとか、うん、チャンネルつけると演歌が普通にもうガンガン流れてるじゃないですか。そうですよね。でも今はもうなんかこう完全に分けてし、番組とかでももう演歌は演歌、J-POP は J-POP みたいな。で、その中で演歌っていうのが、うん、まあ、若い世代の人が聞かなくなってきたでしょ。うん、まあ、そうだね。で、このままでいくとその古典芸能になりかねない。うん、あ、そうだね。で、要するに若い人も聴ける演歌を作ろうっていう。だからかっこいい演歌どうやって作ろうか。うん、まあその演歌ではないんだけど、うんうん、でも演歌 の, そのフレーズをメロディーに押さえたり、うんうん、詩の中に入れていったりとか。なるほど、ね、演歌詳しいの？いや、俺去年ぐらいから あるとある某アーティストをいじる、うん、マネージャーをやって、うん、歌謡界をこう1年間ずっと。なるほどな。そうすると現場がもう演歌歌手ばっかりだから、うん、なるほどね。で、慣れていくうちに、はいはい、悪くねえな、うん、悪くねえ。それ年食ったってことだぞ。いや、ただいろんな現象起きてるのは、うん、俺この子たちのファンにこう質問するのね、うん、でその質問した時に、うん、ね、演歌聴いて楽しいってこう、うん、わざと聞くんだけど、うん、いや、意外と慣れてきてかっこよく感じるようになりました、うん、あ、なるほどね。それがまだ全然22歳くらいの、うんうん、へ、じゃあ、ね、彼らのファンっていうのはやっぱり若い人たちですか？いや、もうね、ゆりかごから墓場までか。本当にそうなの。ちっちゃいちっちゃい、本当こんなちっちゃい子供から本当におばちゃんまで、あれ第3次世界大戦が起こったら演歌って売れるんだよね。あ、そうなの。だってみんな戦争じゃん。戦争のあと焼け野原になって必ず売れるのは演歌だから。あ、じゃあそろそろじゃないですか。第3次で俺起こせないからごめんね。それは嫌ですけど、演歌はね、はい、そういう音楽は流行ってほしいと思います。松井さんもね、元スキーのね、ジャンプ競技ね、あれプロなの？いや、プロに何っていうのは基本ないんだけど、最近まあプロっぽい空はなってきてるよね。ジャンプスキーヤーで、ね、なんかオリンピックの冬季大会だっけね。冬季だ、冬の時だよね。冬季オリンピック。いや、俺はオリンピック目指して行けなかった人ですよ。全優勝したの？優勝したって言えば、皆さんが分かりやすく言えば、国体でいう、おじさんの部で優勝したっていう。そうだよね。でバンド組んでさ、バンジージャンプだっけ？
バンジージャンプ。アビージャンプ。バンジージャンプ。頭なんか全部取れやねん。バンジー、まあまあバンジージャンプでもいいや。そう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 。とりあえずね、めっちゃ出てきてね。じゃあ皆さんの名前を覚えていただきたい。私がじゃあ一人ずつ呼んでいきますので。まずじゃあゆきやさん。はい、ゆきやです。ゆきやさんのじゃあ今後の目標を。目標ですか。まあ、そうですね。一応まあその演歌とか歌謡曲っていうもの自体、まあ、もろ顔的に日本の曲もどうなのっていう感じだと思うんですけども、あ、だってハーフなんですね。そうです、ハーフなんですけども、ただちょっとあの新しい世界に足を踏み入れて、ちょっと新しい感動とか感覚がやっぱりちょっと、まあ、目覚めつつあるって言い方おかしいかもしれないですけども、だからちょっとまあ食わず嫌いではなく、いろんなものに手出していろんなものを感じて、まあ、あの今後もずっと成長するためにいっぱい吸収はしたいなとは思ってますね。なるほど、はい、じゃあ次、こうすけさん。はい、じゃあ、違う質問いきましょう。こうすけさんの、はい、じゃあ一番尊敬するアーティストさんは誰ですか。日本人の方ですか。そうですね、じゃあ日本人でいきましょう。そうですね、僕はもともとジャズとかソウルとか R&B とかの方からの出なので、はい、日本人で言ったら久保田利伸さんとかやっぱり昔はすごい、すごい昔はもう本当に、ただ僕が初めて買った CD は長渕剛さんのジープ。全然違うじゃないですか。全然違うな。面白い、ね、はい、じゃあ次、ヨーマさん。お願いします、はいはい、じゃあ今のマイブームは何でしょう、はい、マイブームですか、うん、マイブームはリハビリです。おもろいわそれ、はい、ウケた。3年も左の耳が悪と。これしかやることがないのでマイブームはリハビリです。そっか、そうです、今何にもできないんですね。そうですね、まあ徐々にあの歩く時に痛みが減ってきたっていうので、まあ明日ちょっとギプスが外れて、あの一人で歩けるように電車に乗れるようになるんですけど。よかったですね。もうすぐ完治だね、うん、そうですね、これね、しばらく明日ギブス取るとき恥ずかしいな、これ。なんでもうギブスにあの放送禁止系のインタビューされてる。もう松井さんとリーダーのユキヤ君もう落書きするんですよ。絵も言われぬ絵がもう書いてある。見せられないと分かるわ。ちょっと言われない。男子校のトイレみたいな。分かる分かる分かる。ちょっと恥ずかしいですけど、じゃあ楽しみです。じゃあ次、トモさん。はい、じゃあ今ファンの方に一番伝えたいことをどうぞ。伝えたいこと、はい、やっぱりそのすごい全然何も知れてない時から応援してくれて、うん、本当にもうありがとうという言葉を、うん、はい、伝えたいです。なるほど、ね、ですごいこんな親身になっちゃいましたけど。いやいやいや、大事だ。そうですよね、大事ですよね、ファンがあってのね、はい、ね、アーティストだからね。今、はい、ダンパに会おうとしたら、うん、やっぱりイベントとかそういうところに足を運んでいくっていうことが一番、うん、なんかレギュラー番組とかもやられてるんですか。番組自体はないですね。なんかラジオとか出られてるんですよね。はい、ラジオは。あ、今はまあ、あの月1回のラジオ、うん、番組は持ってるっていうくらいで。それはじゃあ、ちょっとあの宣伝しておいてくださいよ。はい、毎月ですね、月1回の番組で、3週目の土曜日の朝8時15分から15分間ですね、まあ、おはよう残波ということで、朝からこの個性の強い4人組の、ラジオを聞いてちょっと元気になってもらえたらなと。なるほど、朝から頑張ってるね。はい、逆に皆さんに俺質問なんだけど、はい、俺って芸能界でゴッドって名乗ってるんだけど、はい、ありえないじゃん。この芸能界で誰と会ったって、どんな、ね、偉いさんと会ったってゴッドなんだけど、この名前はどう思う。いや、あのすごいの一言ですよね。言ってしまったら。でもなんか決して真似はできないかなと。先ほどから様子を見ている限り、なんかちょっとゴッドっぽく見えてきます。いや、真似ゴッドだなっていうのなんか、なんかわかるんですよ。真似できないというのはちょっと悔しい、ね。そう、真似はできないな。ちょっと悔しい。周りはいないなって感じ。恥ずかしいからしないよ。いや、なんか俺に質問ない。俺に質問。ありがとうございます。質問は答えたけど、何でも。多分あの居酒屋とかだったら多分朝まで来そう。質問に関しては。はい、ちょっとここで聞けない感じの質問がたくさん。そうそう、松永見たら俺は何？何というかどんなやつに見える？終わるじゃん。終わるじゃん。意外しろがね、本当に。残念残念。一旦 CM 行きます。No。
涙と血となるストーリー。お前は誰もが魅力引きつけるジャンキーボー。空間と闇夜を小さく巻くと焦るそのサインと近づく心も幻想さが手に求めてる。愛を探してる。栄光の先には孤独があるのさ。はい、先ほど歌っていただきました、うん、この残破魂と焦がしてやるぜが入っている CD が今売られています。 どこで買うことができるんでしょうか。はい、一応僕たちの、オフィシャルのホームページがあるんですけども、うん、まあ、先ほどライブ中に言ったように、斬新の斬という漢字に、うん、波切る波で、調べていただければ、僕たちのツイッターとかブログとか、うん、ホームページも出ますので、そこでも基本的にまとめた情報が入ってます。よろしくお願いします。はい、そして近々イベントがあるそうで、うん、そちらの告知を。はい、ですね、2月の14日ちょうどバレンタインデーなんですけれども、残破がバレンタインライブということで、あの群馬のナウリゾートホテルっていうところがあるんですけども、はい、そちらの方で、ショーをやらせていただきます。で、まあ、ぜひ来ていただきたいんですけども、それもまた今ゆきやくんが紹介しましたように、ホームページやらブログやらで、チェックしていただければと思いますので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。バレンタインなんで、いくらでも会いに行けますね。残破っていうのは名前覚えやすいよね。あ、そうですか。切る波だもん。はい、あとは、まあ、沖縄の青森に残破っていうのがあったり。なるほどね。はい、よく間違われますね。ザボンじゃなくて。ザボン。ザボンかね。ザボンじゃない。なるほど。あと、ワンピースに出るキャラクターね。残破っていうのね。あ、そうなんですか。いや、多分いないと思う。いない。いい加減情報やめてください。もうちょっと考えちゃった今そろそろ出てくるから今後に注目したいと思います。出てくると思います。でも楽しかったですね。本当に素敵な歌を聴かせていただきました。もうでも聞かれる良いしね。覚えやすいよね、メールでね。そう、俺も覚えたよ。覚えやすい。嬉しい、嬉しいですね。そうそう、歌ってみてください。残破魂。おお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 、すげえ嬉しかった今。すげえ嬉しかった。ごったに歌ってもらえたから。なんかダンスレッスンをこうね、はい、ダンスを教えていらっしゃる方も誰かいらっしゃるね。ね、はい、そういうのもブログから入っていったらいいのかな、そういうの申し込みとかも。まあ、そうですよね。はい。俺も教えてもらって、俺さ踊れないのよ。うん、俺踊れないから体硬いのよ、はい、でもずっと鎖骨が痛いし、そういう時どうしたらいいの。踊る時鎖骨痛いってなかなか聞かないですよ。鎖骨も痛いし、もう体中の半分こっちが痛いのよ。こっちは大丈夫なんだけど、そういう時踊りまず松井さんに直してもらうのが一番だと思います。それ一番だな、それ前からずっとやってないの、ね、俺ほら、まあ、ここ数年やってないから、ね、だから体が固まってもうたよ、ね、はい、じゃあ今日は残破の皆さんと松井直江さんでした。残破魂よろしくお願いします。